般の皆様、大変お待たせいたしました。ただいまより大阪・関西万博協賛熊本競輪開設74周年記念 G3 日の国杯争奪戦の表彰式並びに閉会式を行います。それではご来賓の紹介をいたします。経済産業省九州経済産業局産業部産業課長荒木久夫様、公益社団法人全国競輪施工者協議会専務理事中瀬武史様、公益財団法人 JKA 常務理事長谷川雅弘様、本日はご同行の中ご列席いただきまして誠にありがとうございます。そして2025年大阪・関西万博の公式キャラクターミャクミャクも駆けつけてくれました。よろしくお願いします。皆様続いて熊本市側の出席者の紹介です。熊本市経済観光局長の村上和美でございます。熊本市議会寺本義勝議長でございます。熊本市競輪事務所長西慎一郎でございます。そして熊本競輪公式マスコットキャラクターのファイタ君です。ファイタ君もよろしくお願いします。ポーズありがとうございます。それでは皆様、大変お待たせいたしました。関東門にご注目ください。大阪・関西万博協賛熊本競輪開設74周年記念 G3 日の国杯争奪戦を見事制しました静岡の深谷智弘選手入場です。皆様大きな拍手をお願いいたします走るっていうことを楽しみにずっと待っていたので本当にすごく嬉しかったです。熊本競輪の深谷選手、深谷選手はずっと熊本競輪復興のために尽力されていらっしゃいました。この深谷選手優勝というのは特別な意味があるんじゃないですか。いやもう本当ビビたることですけど、少しでもこっちから慣れていたら嬉しいなという思いで、ちょっとここで走れるだけで嬉しいので、そこで優勝できるっていうのは本当すごい、もう感無量ですね。外れた。俺も嬉しいといった声もいただいてますよ。ありがとうございます。それでは皆様へメッセージをお願いいたします。はい、今日は優勝しましたけど、またこれから勝負も続くので、これから一層一層精一杯皆様の期待に応えられるように頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。おめでとうございます。
副賞が授与されます。お願いいたします。九州経済産業局長星野光明代読、本当おめでとうございます。荒木様ありがとうございました。お戻りください。続きまして公益社団法人全国競輪施工者協議会会長賞の授与です。全国競輪施工者協議会専務理事中瀬武史様より記念品の目録が授与されます。お願いいたします。ありがとうございます。中瀬様ありがとうございました。お戻りください。続きまして公益財団法人 JKA 会長賞の授与です。公益財団法人 JKA 常務理事長谷川雅宏様より表彰状と記念品の目録が授与されます。お願いいたします。表彰優勝深谷智弘様、あなたは開設74周年記念熊本競輪自分2杯争奪戦において当初の成績を収められたので、その栄誉を称えこれを表彰します。令和6年10月3日公益財団法人 JK 会長木戸博士、おめでとうございます。続きまして記念品の目録の授与です。お願いいたします。続きまして福井市との姉妹都市提携30周年を記念いたしまして福井市より福井特産品が贈られます。贈呈は熊本市競輪事務所長西真一郎でございます。お願いいたします。続きまして公益財団法人2025年日本国産博覧会協会会長賞といたしましてペア1日入場券チケットが贈られます。贈呈は熊本市競輪事務所長の西真一郎でございます。お願いいたします。脈々も一緒にありがとう。来年楽しんでください。
もありがとうございました。この他に深谷選手には九州地区競輪施工者協議会会長賞が贈られます。深谷選手誠にありがとうございます。続きまして花束の贈呈となります。贈呈はモデルタレントとして活躍中のミラノさんです。ミラノさんお願いいたします。大阪・関西万博協賛熊本競輪開設74周年記念 G3 紀伊国杯争奪戦の表彰式を閉会いたします。それではお待たせいたしました。ここから記念撮影の時間となります。まずは深谷選手、賞金ボードをお持ちになってワンショットでの写真撮影となります。このワンショットの写真撮影が終わった後はミラノさんに入っていただいて、賞金ボードとミラノさんと深谷選手のツーショット、その後は花束をお持ちになって深谷選手とミラノさんのツーショットと移ります。よろしいでしょうか。どうですか、皆さん、記者の皆さん。ファイト君入った方がいいですか。じゃあファイト君お願いします。ミャクミャクも一緒に入ろうかな。入れるかな。せっかくだから一緒に入ろうか。どうでしょう。目線はどちらから行きましょうか。右側から行きましょうか。ミャクミャク選手お願いいたします。皆様はよろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。では続いてミラノさんお入りになっての写真撮影となります。ではまた右側から目線よろしくお願いいたします。この後は花束をお持ちになってツーショットもご用意しております。皆さんよろしいですか。では花束をお持ちになって撮影をお願いいたします。はい、また右側からよろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。お二人ありがとうございました。トロフィーの写真もよろしいでしょうか。深谷選手申し訳ございません。トロフィーをお持ちになっての写真撮影もぜひよろしくお願いいたします。深谷選手ワンショットでよろしいですか。ファイタ君はいらないですか。お客様から入るといった声もいただいてますね。あ、ファイタ君が入ってくれました。ミャクミャク入れるかな。ちょっと短い足なので急がなきゃいけないんですけども、ありがとう。では右側からよろしくお願いします。よろしいですか。では皆様ありがとうございました。ミャクミャクもありがとう。戻れるかな。ありがとう。
それでは続きまして大阪・関西万博協賛熊本競輪開設74周年記念 G3 日の国杯争奪戦の閉会にあたりまして、主催者を代表し熊本市経済観光局長村上和美が皆様方にご挨拶申し上げます。お願いいたします。それでは一言ご挨拶を申し上げます。大阪万博関西万博協賛熊本競輪開設74周年記念 G3 日の国杯争奪戦の閉式にあたり一言ご挨拶を申し上げます。まずは見事な走りで優勝をされました秋元選手、本当におめでとうございます。申し訳ありません。深谷選手は熊本地震の発災後からずっと熊本競輪の復興に向けてご協力いただきました。本当にありがとうございました。そのご協力あっての今日の見事な走り、そして優勝じゃないかなというふうに思います。本当にありがとうございました。そして見事なこの走りを、後押ししてくださったのはこの会場に駆けつけてくださいましたファンの皆様だと思います。10月3日から4日間、開催いたしましたこの記念競輪もファンの皆様の声援のもとに、9年ぶりとなりましたけれども大変な盛り上がりを見せました。本当にありがとうございました。そしていよいよ来年度は令和8年2月に、G1 レース、日本選抜競輪を予定しております。選手の皆さんが見事な走りを見せてくださるように、そしてファンの皆さんが楽しんでいただけるような、レースとなりますようにスタッフ一同一生懸命準備してまいりたいと思っておりますので、どうぞお楽しみにお待ちいただければというふうに思います。最後になりますが、この記念競輪の開催にあたりまして、ご尽力いただきましたすべての関係者の皆様に感謝申し上げますとともに、本日お集まりをいただきましたファンの皆さん、そしてレースに参戦してくださった選手の皆さん、関係者の皆様の今後ますますのご健勝とご活躍を記念いたしまして御礼のご挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。熊本市経済観光局長村上和美からご挨拶申し上げました。ありがとうございました。さあ、それでは深谷選手が特設ステージへと移動します。この後特設ステージに深谷選手ご移動いただき、深谷選手自らタオルの投げ込みを行っていただきます。大変危険なので押し合わないようにお願いいたします。ご移動の際は大変危険ですので押し合わないようにだけお願いいたします。タオルの投げ込みが終わった後またバンク内に戻っていただき、バンク内から関東門に退場されます。